ゲッターズイーダは、日本の男性お笑いタレント、作家、YouTuber ーー。静岡県岩田市出身。日本福祉大学卒業。B 型。G オフィス所属。芸人や作家としては占いについて扱っている。メディアに出演するときは、自分の占いで顔は出さない方がいいと赤いマスクをつけている。四時の父。 LINE 公式アカウントの登録者数は130万人を超え、著者の累計発行部数も680万部を超える。ゲッターズイーダの金持ち風水、ゲッターズイーダの裏運気の超え方、ゲッターズイーダの五星三審占い決定版、ゲッターズイーダの運命の変え方、開運レッスンシリーズは、各々10万部以上、ゲッターズイーダの五星三審占い2019年版、 は100万部以上、ゲッターズイーダのごせ三振占い会運だアリー2021は128万部を発行。占いの弟子に、プリアで、イス、レーナ、コメさん、小泉慶三がいる。これまで6万人を超える人を無償で占い続けて、人からの紹介でなければ占わないというスタンスが、業界で話題になった。十四年間占ってきた実績から、オリジナル戦術。 五星三神占いを編み出して芸能界最強の占い師としてテレビ、ラジオに出演するほか雑誌やウェブなどにも数多く登場する。五星三神占いとは生命判断、四柱水明、星占い、手相、青年月日、心理学など複数の的中要素を組み合わせた占術。青年月日から六つの星のうちのどれかを算出し生まれた 西暦年数が、偶数の人は金、奇数の人は銀路にタイプを星と組み合わせ、計1 2のモチーフに分類される。メディアに出演するときは、自分の占いで顔は出さない方がいいから赤いマスクをつけている。LINE 公式アカウントの登録者数は150万人を超え、著書の累計発行部数も680万部を超えている。著書に、ゲッターズイーダの金持ち風水。 ゲッターズイーダの裏運気の超え方、ゲッターズイーダの五世三審占い決定版、ゲッターズイーダの運命の変え方、開運レッスンがあり、いずれも10万部以上、ゲッターズイーダの五世三審占い2018年版、2019年版、2020年版は、それぞれ100万部以上を発行する。2020年9月に発売された、 ゲッターズイーダの五世遺産新占い海運ダイアリー2021は売り上げ128万部を突破。3週連続ベストセラーランキング1位から10位を独占する快挙を記録。現在の出演番組過去の出演番組、ありがとうございます。